はい、どうも、ポルックです。それでは、今回もかくれんぼオンラインやっていきたいと思います。まずは、ビーチ。はい。僕は、鬼です。鬼です。さあ、じゃあ、どうやって覚えてるかですね。この、岩になってるパターンもあるから、岩の形こんな感じですよ、と。はい。まあ、岩のとこになんか青いボートというか、船があって、かね、まあ、物の数が覚えれたらいいんですけど、数っぽいのはなんかここは椅子ないよとかね、このパラソルの下椅子ないよとか、シート1枚だよとか、椅子ないよとかね、奥はとにかく全然椅子ないね、椅子とか全然置いてないね、椅子がないので椅子が置いてあったら大体マッチすればいい。この木の椅子はちょっと別ね、なんか布の椅子は全然ないですね。うん、ここはここだけ椅子、布の椅子ってこれのことです。これがね、向こう側に行くと全然ないんですよ。向こう側に布の椅子あったら、パンチ。ですけど、あ、これとかだからね、パンチ。あれ？あったの？おかしいな。あ、これはもういけるやろ。ここはさすがに。はい、オッケー。他布の椅子の人、おらんな。意外とというかね、やっぱこういう感じになるよね。こういう感じでね、覚えたものがほとんど役に立たないというパターンがよくあります。はい、このゲームにおいてね、この板の下とかに誰かいないかな。いないね。この辺はあったな。なんかもうないな、特に。わからんよね、正直。はい、走るの早くなっといて。なんかないかなー、なんかないかなー。この浮き輪とかどうよ。あー、パラソルがそうやった。でもなー、なんか距離が近い気がするのね。どっちかが？あー、どっちも本物やった。あんまりね、密着してるってない気がするから、かなーと思ったけど、違うかった。僕が最初に殴った布の椅子、やっぱり、あれでもまだあるね。やっぱあれはあったんか。僕の見落としですね。他なんかないかな。ちょっとわかんないっすね。あと一人やん。あと一人なので、ちょっと攻めていきましょうか。攻めていこうぜって感じでね。攻めていこうぜ。はい、何行こう。何やろう、あと。あ、はてな。あ、もうこれ、青いボール？これか？はい、違う。青いボールです。残り45秒まで生き残ったとにかく青いボールだけをひたすらバシバシ殴っていけば、あ、ハートあるやん。ハート取りまーす。で、青いボールのところに行こう。こことか？これとか？なあ、これやったのになんか他の人が倒しちゃった。まあ、ええけど。勝ったからええけど。はい、次。かなり早めに終わりましたね、1ゲーム目。次、繁華街です。はーい。この繁華街はね、くせ者だからね。変なものいっぱいあるから。変なものっていうのは、例えばさ、僕は信号になりましたけど、この、なんていう？この右にあるこの信号、向きおかしいやん。誰の役にも立ってないやん。こういうの結構いっぱいあるから、鬼の人はね、騙されるんですけどね。まあ、この半分で終わる横断歩道もよくわかんないんですけど、僕は。結構この街はね、おかしいです。はい。はい、じゃあ、とにかくあそこの、あの横断歩道の向こう側？あれの向こう側に信号交換の。向こう側って信号普通あるんかな？あんまないんかな？あ、でも鬼から近いね、これ。ちょっと微妙。もうここしかないな、もう時間的に。ここ。はい。ちょっと歪まないように。はい、これでどう？不自然ではない。まあ、覚えられてたら終わりですけどね。さあ、ミミミ、あべ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 。ちょっと近すぎたなぁ。鬼ゾーンここやから。この鬼ゾーンから離れたところで信号先みたいに設置したら、結構いけたかもしれないですね。なんか家浮いてるし。どういう思考回路でこういうことになったんや。そう、鬼から離れてたら、その、離れたとこまで移動してる間に忘れると思うんですよね。覚えてたこと、覚えてたとしてもね。近すぎると、なんか変だなぁ、で、こうやられるからね。あ、浮いてる家やられましたね。当たり前ですけどね。さあ、他の人あと5人。
この信号はちょっと歪んでるからな。あ、歪みをちょっと微妙に直してるね、今ね。直してる直してる。なんかこう人間の心が見えるようでちょっとね、可愛げを感じますね。白蓮さん、これ真っ暗ですね。これ何も書いてへんのか。もうこのこれとあとエングレだけになった。信号やられた。あ、もうこれエングレだけ。はい、まあこういう隠れ方はね、結構実際は見えにくかったりするからね、意外と見えにくかったりするんです。これね、あのここに隠れてますよって僕からしたらこんな風に見えるから分かりやすいけど、鬼目線でさ、どこにおんねやろってうわーってこう探してる時にここやってあんまりなりにくいの。あー、なった。はい、お疲れ様でした。何言ってんねやろ。ちょっと滑舌がおかしいよ。はい、じゃあ次。なんか2回とも今のところすごい早く終わってますね。廃墟です。廃墟、鬼からしたら辛い廃墟、物だらけで何にならぬのなるのか。やばいっす。いや、あの滑舌がね、ちょっとね死んでますね今回ね。あのまあ滑舌悪いこともその愛してください含めて、滑舌が悪いことも含めて愛してください。なんこのデカビタ、デカビタかなって言いながらめっちゃトイレ浮いてるのは何なん。逃がしたいのかね。救急箱なんかね、廃墟にある救急箱、もうやばい、ほんまにやばいやん今日。どうした、ポールをどうした。まあ救急箱はだいたいなんかこんな風に適当に置いてるだけなんで、まあ何でもだいたいそうなんですけど、廃墟もうどっか適当にパッと置いておくしか。やば、ほんまに滑舌悪い。滑舌悪いって言い出したら余計なるってやつですかね。さあ、もうポールをちょっと見ていきましょう。はい、怖いよ、人いるよ。あ、でもなんかそんなに不自然ではない感じなのかな。まあまあそういうのもあるかもしれんなって感じなのかな。結構馴染めてますね多分。オッケーオッケー、どっか行った。はい、他の人ちょっと見に。デカビタはどこ行ったの、結局下かな。デカビタ、あ、物変わってるやん、トイレじゃなくなってる。なんかちっちゃくポールオって名前見えるんですけど、お、面白いですね、面白いですねこれ。こう名前に近づいてきた、あ、ポールオみたいな。何やってんねん。あー、鬼ゾーンに入ってる。まあ見つかった、見つかっちゃった。ミミミーさん、こんなとこに、ここに入るとだいたい見つかります最終的には。あ、デカビタやられた。ほら、やられてる。もうなんかね、いいっすね、静かにトイレになりきってるって面白いですよね。なんか、あ、やられた。便器、やらないか。何なってんの、なんかちっちゃい、これなんやろこれ、ちょっと移動が難しい。あ、ランプか、なるほどね。あ、これあれですね、倒れてますけど、これなんやろ、物としては何なんやろ、これ何やろ。やられた、倒れたベビーカーやて、ベビーカーやて。さあ、もうこれだけです。いや、今回早く早期決着がかなりつきますね。さあ、もうこの人なんかめっちゃ動いてるね、ちょこ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 。まあ鬼が周りにいないからイエイイエイって感じで動いてるんですけどね。さあ来たよ、鬼がやってきたが、バレるのかバレない。さあ、違う人も入ってきたけど、全然違う方向いてますね。あ、どんどん人が入ってきて、でも大丈夫。え、エリアンカね。うん、まあなんか気づかなさそうだね。あ、45秒です。あ、やられました。45秒になった瞬間やられるっていうね。まあ見えてるから怪しいけどって感じだったんですかね。まあそっか、パンチがなかったからあれか。はい、ちょっと全部ね、今のところとても早く終わってるので、もう一試合いきましょう。はい、農場です。農場めちゃくちゃいいねあるね今回。あ、また鬼。はい、鬼、54です。54、どっちでもいいや。54でいこう。54、左から54、稲の数ね。とか、あと人参を1234本ですよとか、この黄緑の四角1234、うん、黄緑の四角と人参どっちも4ですよとかね。
ついでにこの緑の植物、あ、人参5か。人参5やった。ごめん。人参は5です。かぼちゃ4。数を覚える系やな、ここは結構。豚に、牛。あー、見れない。牛は3、2かな。あの、模様違いで3、2。茶色が3。あー、動いてる。これはまあもう誰かやってくれるでしょう。茶色3で、この牛柄が2やったので、1つ多いですね。どれかはわかんないですけど、これかな。あー、オッケー。ヤサオをやっつけてしまった。白いトラクターがおったら、殴ればいいのか。白やろ。ちょ、なんか、物干し竿の下思いっきりくくってた。知らんかった。まあ、白いトラクター、まあ、でかいからもうやられてるかもしれないね。知れないね。僕が見てないだけで。なんか動いてるで、箱が。よいしょ。まあ、誰かに任そう。ああ、動いてる。稲が動いてる。稲覚えてたのにせっかく意味なかった。人参1、2、3、4、5本あるかな。5本。まあ、5本以上あったらダメなんだけど。5本は絶対あるからな。で、黄緑の四角が1、2、3、4。だから僕の覚えてた数とは矛盾してないので、何も怪しくありません。かかしこんなとこおったみたいですね。はい。ここに鶏小屋があるのはおかしい。オッケー。はい。あと4つ。豚2やったね。豚2やったのは豚2なので、オッケーですね。ここ。まあ、この水もまあ。あ、これは、オッケー。白いトラクター、さっきのやつですね。さっきアイテムで見たやつ。かぼちゃ4やったね。あと1人なんやろ。これかな。違う。まあ、あと1人なので攻めていこうと思います。攻めていこうぜ。あとなんやろ。でも、あんまり、ピンとくるものが今のところない。まあ、意外と変な、どうでもいいもんやったりする、かもしれないですからね。このトラックの、上に何かがあったりしないかな。まあそういうパターンもあるんです。この黄緑の四角って言ってたやつがこのトラックの上に乗ってるパターンもあるんですよね。トラックっていうか何やろこれ。これの上に乗ってるパターンもあるんですけど、今回はそれではなさそう。あと3回も殴れるから、今のところ。45秒までに結構多めに使わんとなんか損な感じがしてしまいますが。でも特に怪しいと感じるものがないんですよね。これなんかもう誰か、殴ってそうな感じやもんな、これとか。ああ稲がおったんや、どっかに。ここにおったん。はあ、気づかんかったわ。はい。ということで、ちょ待って。マイナス50ゴールドは嫌。はい、オッケー。はい、ということで、今回はここまでにしたいと思います。ちょっとコインがあるので、強化しようかな。強化というか、まず、鬼スキンキャッチャー。これ嫌やな。あまり、ね、やりすぎても、あ、ボクサーで行こう、ボクサーで。ボクサーで今日、装飾。立って、ボクサーに立ってはちょっとかっこ悪いから。何これ?なんか変な白い。ナイフ!ああ、怖い!これもうやばいね。やばいやつになった。ボクサーでナイフ持ってる。ちょっともう犯罪の匂いがしてくるけど。じゃあ、強化していきましょう。はい、強化。失敗!これ成功するとね、走る速さが速くなるんですよ。はい、じゃあ140コインしかないので、強化。えい!オッケー成功。ちょっとキラキラしたでしょ?これちょっとだけ走る速さが上がってるんです。もう一回強化。あ、成功。はい、ちょっと白いオーラを放つようになりましたね。はい。こんな感じで。では、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。